赤市は日本海軍の軍艦、スマ型防護巡洋艦の二番艦である。艦名は兵庫県の継承地、赤市の裏にちなんで名付けられた。1891年の軍艦建造予算は否決され続けてきたが、これに対し明治天皇が自らの宮中費を節約する方針を述べた、県艦商直お出しようや区議会を通過したことにより、藤型戦艦、 赤市、通報官、宮古の建造は開始された。1894年、横須賀造船省で併合巡洋艦として、寄港。1895年5月27日、または28日、赤市と命名される。1897年10月21日、呉陳述所館となる。11月8日に浸水。浸水式には、東宮部官である公爵、 高さひ広志通りが参列した。1899年3月30日に、春行し、三島巡洋館に留別。1900年4月30日、神戸沖で行われた大演習館館式に区部館として参列。同年8月から11月にかけて、義和団の乱に対応するためをこ、芝生方面に出動した。1903年4月10日、 神戸沖の大演習館艦式に3列、第2列に配置された。4月11日、同系艦、妻と共に練習艦と定められ、小機関志向補正を乗せた2隻は5月7日に、横須賀を出港。福州、上海、芝生、三河、富山、本山を経由して8月29日に、横須賀に寄港した。12月28日、常備艦隊が解体され、 戦艦を中心とする第1艦隊と巡洋艦が主体の第2艦隊が設置される。第1、第2艦隊で連合艦隊を構成した。赤氏は第2艦隊霊下の第4戦隊に配属される。ただし新造防護巡洋岩津島2パカの参加に伴い一時第3艦隊第6戦隊に回り、2パカが第1艦隊第3戦隊に回った際に、 第四戦隊へ復帰している。日露戦争に際しては、二川沖海戦、旅順攻略作戦、航海海戦、日本海海戦等に参加。1904年12月10日、愚岩南方で、食雷大破し、修理を行っている。1912年8月28日、日本海軍は、官邸類別等級表を改定する。赤紙は二等巡洋艦に、 同級変更された。第一次世界大戦では、1914年に、ンタオ攻略戦に参加、さらに南シナ海、インド洋での作戦に従事した。1917年2月7日に編成された第二、特務艦隊所属となり、地中海に派遣され、戦団の護衛任務に当たる。出雲と第15区区隊、桃、菓子、ヒノキ、柳が、 増援として到着すると、佐藤司令官は帰還を出雲に移したため、明石は帰国の途に着いた。1920年、シベリア出兵に伴うに港事件に対処するため、第三艦演海州警備に当たった。1921年9月1日、二等解剖艦に類別変更される。1928年4月1日に除籍となり、7月6日に廃艦。 第2号と仮称。1930年8月3日、伊豆大島東南方で急降下爆撃の実感標的とされ海没。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。階級は就任時のもの。ありがとうございます。